登場を待っている京セラドーム大阪出てきました吉田正尚、火曜日木曜日とヒーローインタビューです。放送席バファローズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。最後決めてくれたのはまたもこの男、吉田正尚選手です。さすがの一打でしたね。アメージング。あの勝ち越しのタイムリーツーベース、どんな思いだったんでしょう。いやもう同点になって、チャンス作っていただいたので、自分としても凡退してたので、まあ、ここしかないと思って打席に立ちました。その思いの結果、非常に鋭い打球でした。バッティング内容いかがでした。そうですね、前回対戦も、打ち取られていたので、もう積極的に、はい、初球から打ちに行きました。それにしても吉田選手の打球というのは皆さん本当に見入ってしまいますよね。あの打球が飛ばせるというのはどんなことが大事になってくるんでしょうか。まあ、初球から強く振ることをイメージして、まあ、うまく、バットに乗ってくれたかなと思います。そして吉田選手は一日一日テーマを持って取り組んでいるとおっしゃっていました。ちなみに今日のテーマはどんなテーマだったんでしょうか。もう今日はすごくいいピッチャーなので、なんとかこう食らいついて打てればいいなと思って、バッティング練習から少し左ピッチャーの方に変化球も入れてもらいながら、イメージしながら練習は取り組んでました。それにしても今日のゲーム、非常にしびれる展開となりました。ゲーム展開というのは改めてどのように感じてましたか。松葉さんがすごく頑張っていたので早く打ちたかったんですけど、まあ、やっぱりいいピッチャーなのでなかなか点取れなかったんですけど、まあ、最後こうして勝ちにつなげることができてよかったなと思います。勝ちにつなげて上を行くライオンズ相手に、ね、カード勝ち越しです。いかがでしょう。そうですね、1勝1敗だったので今日の試合が大事だなと思って臨んでいたので勝ててよかったです。さあ吉田選手、今着用している T シャツ、一言いただけますか。明日発売なので並んでください。皆さん並んでください。それではその明日もここでゲームが行われます。最後に明日への意気込み、選手を代表していただけますか。はい、何をですか。一言、明日への意気込みをお願いいたします。明日も楽天戦ですね、楽天3連戦、京セラで T シャツが配られるんですよね。はい、たくさん見に来てください。頑張ります。おめでとうございます。今日のヒーローは吉田正尚選手でした。ありがとうございました。それでは皆さん、今日のヒーロー吉田正尚選手と一緒にさらに一つになりましょう。連勝に向かっていくぜ、ビーズスピリッツ。勝利をいただき、ありがとうございました。という今週は火曜日木曜日、吉田正尚プロ2年目ヒーローインタビューを受けました。そして先輩の原拓也さんが微笑みながらそのインタビューの様子を見てらっしゃいました。原さん、はい、普段の吉田選手はあんな感じなんで、どうなんですか。本当はどんな感じなんですか。本当このまんまです、ね、こんな感じですか。本当に面白い選手やってね、はい、まあ、明るくなりますよ、チームも。やっぱりこの選手がこうやって活躍するとね、派手な一変になんか雰囲気を変えるようなタイプではないような感じがするんですけども。